右の白い建物が神戸海洋博物館地図川崎ワールドとは川崎重工業が2006年5月17日に神戸海洋博物館内に設置した企業博物館である。川崎ワールド内での写真撮影は全面許可されている。入ってすぐにあるコーナーで川崎重工の創業者である川崎昭蔵と松方幸次郎を紹介する。 同社の誕生の歴史や松方の収集した美術品コレクションである松方コレクションの概要、さらには神戸の町の歴史や川崎重工グループの歴史まで紹介している。創業者紹介コーナーからつながっている。同社の一世紀以上における歴史や国産初の産業用ロボット、ジェットスキーの初期型モデルの実物を展示している。ヒストリーコーナーからつながっている。 丸くて暗い部屋では、同社の製品群を音と,と6つの画面で紹介している。歴代のモーターサイクルを実物で紹介している。実際に触ったり乗ったりできるものも用意されている。ベストセラーになったものもある。新幹線0系電車の先頭車両を扱っているのは、現物の鉄道車両。新幹線0系電車の先頭車両が展示されており、 客室や運転室にまで入ることができる。ただし、運転台のブレーキハンドルは撤去されている。また、自由に運転できる、鉄道模型ジオラマや、電車で高、号、ね高速編3000番台のゲームも設けられている。川崎造船が扱っている船舶の製造方法から、浸水式までの様子を放映していたり、水上バイクのシミュレーターゲームも用意されている。 キロボルトマイナ -107 通型キロボルトマイナ -107 通型ヘリコプターの現物を設置。これも中に入ることができる。フライトシミュレーターも設置されており、神戸空港からの離着陸も体験できる。同社が開発した新エネルギー技術や地雷探知除去機を紹介している。普段なら工場内にいる産業用ロボットがルービックキューブに挑戦している。 神戸海洋博物館の入場料が大人が600円、子供が250円。この中に同コーナーの入場料金が含まれている。開館時間、閉館日は神戸海洋博物館と同じ。ありがとうございます。